まあ、なんか iPhone とか最新のにしましょうみたいなさ、そういう派閥があるわけよ。そのパソコンとかも最新のにしましょうみたいな。まあ、ホリエモンとかも言ってるけど、そういうの新しいのにしときましょうみたいな。とりあえず新しいのにしときこうみたいなことを言ってる人がいるんだけど、それでもっとお金稼げればいいからみたいなことを言う人がいるんだよね。ただ椅子とかもそれ投資しましょうみたいなね。自分の体に関わることが投資しましょうとかって言うんだけど、で時間短縮して、その、電波とかもね、その一番早いのにして生産効率上げましょうみたいなのがあるんだけど、一方でね、あんまりその iPhone が最新だったところでそんなに生産効率変わったりしない人が多い。それはまあホリエモンみたいにさ、めちゃくちゃ、その、いろんな仕事をすぐこなさなきゃいけないタイプの人だったら、それは iPhone が最速だろうって意味あるんだろうけど、ただまあ、その私みたいに別にダラダラ仕事してる人にとってはさ、そんなにその iPhone がめちゃくちゃ早かったところで、仕事の効率ってそんなに変わらないから、っていうことはその、iPhone は別に遅くてもいいっていうのはある。うん、つまり最新のにしなくてもいい。ただ一方で、その、何に金使うのじゃあっていうと難しいよね。その、何にお金使うのって言ったら、普段食べてるご飯を美味しくするとか、まあその、ギリギリで生活してたらそうですね、切り詰めなきゃいけないけど、じゃあ普段住んでる家を快適にするとか、わかりませんけれども、一方でその iPhone ってまあほぼ毎日触るわけで、うん、で、毎日触るやつぐらいさ、で、かなりだって iPhone でさ、俺だと1日8時間ぐらい iPhone いじってるわけだから、その iPhone をまあ一番その最適な状態にしておくっていうのは、まあ、なんて言うんだろう、人間か、どこで金使うのって言った時に、それぐらいしか金使うとこなくねっていうことは思うけどね。うん、それでなんか8時間、1日8時間ストレス溜めてるよりはね、なんかサクサク動くようにした方がいいんじゃねっていう感じはしますけどね。